さんけど、どうもそうじゃないそうですということで、今回はですねイレブンスイヤーバースデーライブのモバイル会員選考受付がスタートしました。イエイ。はい、ということで、まあ、先週ですかね、イレブンスイヤーバースデーライブの開催が決定しまして、そして昨日の乃木坂工事中終了後、イレブンスイヤーバースデーライブのモバイル会員選考受付がスタートしましたよということでですね、まあ、そちらの詳細まとめて見ていきたいなというふうに思います。乃木坂46イレブンスイヤーバースデーライブのモバイル会員選考受付がスタートいたします。2023年2月22日から4日間にわたり横浜アリーナにて行われ、全体ライブを皮切りに5期生4期生3期生の個別ライブへと続いていきます。ぜひご期待くださいと。まずはですね、改めて公演情報を見ていきたいなと思います。乃木坂46イレブンスイヤーバースデーライブ Day 1が全体ラブという風になっていまして、こちらが2023年2月22日会場が16時30分開演が18時となっています。そしてですね、出演乃木坂46という風になっているんですけれども、アスカちゃんですね、アスカちゃんは出演いたしませんと。アスカちゃん来年卒業コンサートはありますけれども、活動としましては年内いっぱいとなっていますので、このバスラには参加しないと、出演しないといった感じになっています。あとはさあちゃんですね、駆け足さやかは療養中のため休演させていただきますという感じになっていますので、まあ、このお二人に関してはバスラ出演しないと、デイ1出演しないというかいった感じになっています。次デイ2ですね、こちらが5期生ライブというふうになっていまして、2023年2月23日僕の誕生日です聞いてないです。会場が16時30分、開演が18時と、まあ、出演はもちろん乃木坂465期生11名というふうになっております。次デイ3ですね、こちらが4期生ライブとなっていまして、2023年2月24日会場が16時30分、開演が18時、出演はもちろん乃木坂46 4期生ということで、まあ、ただサーちゃんに関しては全体ライブと同じく休演ということになるので4期生15名といった感じになっております。そしてラストデイ4が3期生ライブとなっていまして、2023年2月25日会場16時30分、開演18時、まあ、会場開演に関しては4日間全て一緒と同じといった感じになっていまして、こちら出演もちろん乃木坂46、3期生ということで3期生11人となっております。会場は横浜アリーナとなっていまして、チケット料金の方がいつも通り、指定親子女性エリアともに税込み9800円となっております。モバイル会員先行受付の受付期間なんですけれども、12月11日24時30分、まあ、昨日の乃木坂工事中終了後から始まっていまして、12月18日の23時59分ということで、まあ、1週間 ありますよといった感じになっているので、応募しようと思っている人はですね、もう今ね、今すぐ応募してね、今すぐもう忘れちゃうとねあれなんで、応募しちゃってください。このモバイル会員選考受付の当落結果、抽選結果が発表が12月23日を予定しているということで、まあ、だから18日まで応募できて、そこから23日に当落が出るといった感じになっているみたいです。はい、まあそんな感じで、まあ、今回のイレブンスバスラに関しては倍率がやばいんじゃないかなと、めちゃくちゃ高いんじゃないかなと思ってるので、まあ、なかなか当たらないのかなというふうに思っているんですけれども、まあ、その今回のイレブンスバスラの会場が先ほども言ったように横浜アリーナっていうことで、そのいつものバスラ、まあ、最近のねバスラの会場と比べると、まあ、キャパが少ない、横浜アリーナのキャパが1万7000人ぐらいですので、まあ、その前回のテンスバスラ、まあ、前回はね特別だと思うんですけど、テンスバスラは特別だと思うんですけどと比べて もうめちゃくちゃキャパ少なくなっていますし、まあ、それで今回のこうバスラ、やっぱバスラってすごく人気の高いというか、応募する人めちゃくちゃ多いライブだと思いますので、バスラで横浜アリーナってなるともうめちゃくちゃ倍率高くなってくるんじゃないかな。特にやっぱり全体ライブは一番多分倍率高くなってくるんじゃないかなと思いますし、まあ、鬼滅ライブもね、まあ、なかなか厳しいというか、本当にいつも以上に倍率高くなるんじゃないかなと思ってはいるんですけれども、ここを乗り越えていけと、そこ当てていけと、倍率高いところをそこをね乗り越えた勝者こそがイレブンスバスラ参戦できると、現地行けるということで、まあ、僕はですね今のところは、まあ、ちょっとまだ応募するか悩んでいるんですけれども、まあ、応募するとしたら全体ライブと5期生ライブ、まあ、この2つに応募しようかなと、応募するならしようかなというふうに、ね、思っているので、ぜひぜひ皆さんもね全部応募するのか、ね、全体ライブだけ応募するのか、ね、鬼滅ライブどれかだけ応募するのかっていうね、まあ、それぞれ応募の仕方あると思うんですけれども、忘れずにね応募しちゃってくださいということで、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。Thank you.